皆さんこんにちは、本チューブです。今回は全裸デカチャーリーをお書きになりました七尾さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お久しぶりですね。あ、本当に久しぶり。何年ぶりでしょうか、うん、ちょっともう忘れちゃいましたけど、ね、結構あの前で、私も本チューブ始めた当初、確か2冊目か3冊目ぐらいに、はい、七尾さんだったんですよ。はいはい、あ、そうでした、そうでした、ありがとうございます。こんなんじゃなく、初々しかった時に。いや、今、本当に、お美しい。もう、初々しさがなくなっちゃって。いえ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、今回、この、全裸デカ、チャーリーなんですけれども、はい。やっちゃいましたね。そうですね、はい。ついに、あの、禁断の扉、開けちゃった感じがありますね。そうですね、もう、やっちゃいましたね、これは。はい。まあ、悲願ですよ、悲願。うん。多分思いついたのって、小学校2年生か3年生ぐらいの時だと思うんですけど。そうなんですか？いや、それは全裸の刑事なんて、はい、大人の時点で思いついてたらやばいでしょ。でも、どうやって思いつく人だから。いや、だから、ね、思いついたけど、誰も書かないな。でも、ほら、誰でも思いつきそうじゃないですか、全裸の刑事とか。誰か書かないのかなと思ったら、全然誰も書かないんで、うん、だったらまあ、書いちゃおうかなということで、はい、書かせていただきまして。もう、帯に、ありましたけれど、新たなる代表作であると。はい。七尾先生、新たな代表作。いや、ご自身としていかがですか？いや、全然代表作じゃないですよ、こんなの。編集さんに本当に会うためにこれを話をすると、はい、バカですよね、七尾さん、本当バカですよねって毎回こう言われるんですけどね。本当ご本人して前にあれなんですけど、バカですよね。本当にね、母親もちょっと一回これ最初書いたって言った時、はい、ちょっと怒られましたからね。本当にいい加減にしなさいって言ってるんですか？そうなんですよ、やっぱりちょっと街歩けないじゃないのよってね、ちょっと怒られちゃいましたね。ただやはり面白いので、ふざけていると言ってもやはりプロの作家が本気でふざけるとこんな作品になるのかとちょっと感動しました。ありがとうございます。まあ喜んでいただければ、まあとにかく下品にしないってことは心がけていたつもりですので、多分そこまで下品ではないんじゃないかなと思います。交渉だと言うつもりはないですよ。交渉だと言うつもりはないんですが、下品でもないのかなって自分では思ってますけど、はい。表紙がちょっとかっこいい。これ帯があるからまだ見れますね。ああ、そうですよ。帯取ると、ちょっと、はい、ちょっとね、出てしまいますので、まあでも一応これ芸術的作品ですからね。そうですよね。大丈夫だと思うんですが、一応編集者的にはまあこの出版社サイドとしてはちょっと気を利かせていただいたのかなっていう、はいはい、ちゃんとセンスよくまとまってるなと思って、ありがとうございます。ストーリーについても伺いたいんですけれど、はい、考えるの楽しかったですか、ストーリーは？いや、もうなんかこれ書いてる間は頭の中がちょっとおかしくなってて、なんかもう本当に下ネタで全てがもう彩られるみたいな感じでして、うんうんうん、もうなんか何でもかんでも父のつけりゃいいみたいな。例えば錬金術師っていうのが出てくると、これ錬金術師っていうのが頭に浮かんだりとか、とにかくもう何から何までこう書いてる時は下ネタで、脳で、もう脳みつが下ネタになってるんで、ね、何から何まで下ネタなんですよね。びっくりしたね。やっぱ魚拓を、それで拓を取るとか。あ、そうですね。沈拓とかってありましたね、はい。あと、フェンシングをそれで戦うとか絶対ないでしょっていう。いや、でもそれは皆さん思いつくんじゃないですかね。思いつかない。どうですか？でも何からね、考えたことないです。まあ、他にもいろいろね、アイディアはまだいっぱい実はあって、すべてが採用されてるわけじゃないんですよね。うん。まあ、いろいろとあります。よければ、2が出るかも。いや、どうですかね。いや、まあ、すごく売れたりして、まあ、出版社の方から、はい、まあ、書いてくれって言われたら書かないこともないかなっていう、まあ、そのうち、まあ食い詰めたら書こうかなと思ってますけども。あ、すごいわ。あ、じゃあ、
発想はやはり七尾さんのお得意なミステリーと絡めた全裸の話ですから、 そこがやはりいいですよね。1話完結で、まあ、一応ただ全裸だけではただの バカ野郎なので、やっぱりここはちょっと知的なミステリーというのを絡めることで、はい、まあ、なんとか人間性を保ってるっていうところはありますけどね、はい、これミステリー性がなかったらちょっとただのやばい人、やばいおじさんが書いた小説になっちゃうのでまあ一応この世界線に沿ったミステリーっていうのを一応考えましたけど、うん、ある意味そういう意味では最近流行っている特殊設定ミステリーでもあるんですよね、うんうんうん、そうですね、はい、本当に面白かった。ご自身の要素も含まれてるんですか、チャーリーには。七尾さんご自身の要素も、要素、はい、なんかご自身の自身が食べるようなところはない僕をこう破滅させようとしてませんいや、ないですよ、別に。僕、全裸じゃない。これね、靴下ちゃんと履いてますしね。今ちょっと立ってないですけど、立ち上がることはできないですけど。はい。周りからの反応、反響はいかがでしたか？あ、まあ、なんですかね。あまり驚かれないというか、なんか、僕が書いたことに意外性を感じてくれてる人が誰もいないっていうのが、ちょっと悲しいところではありますね。はい。やっぱり書いたか的な、やっぱりこういう作品出したかっていうような、うんうん、まあ、僕の知り合いはみんなそんな感じでしたね。うん、作家のね、あの先生方の帯のコメントがもう胸熱ですね。たまたまですね、本当に僕の知り合いの方も、まあ、これは別に書いてくれって言って頼んだわけではなくて、本当に彼らが勝手にツイッターで書いたのを編集者が引っ張ってきたんですよ。うん。まあもちろん許可取りましたけどね。載せますよって。で別に僕はこれ書いてくれとか、そういう感じではなくて、本当に彼らが自主体的に書いていただいて、はい。ありがとうなのか、ちょっとよくわかんないんですけど、はい。やっぱりプロの皆さんの心も揺らすんですね。どうなんですかね、まあ、なかなかない話ですからね、まあ、まあ一冊ぐらいあってもいいんじゃないかなと思いますよ、こういうのがね、うんうん、いや大変失礼なんですが、はい、途中で飽きるかなと思ったんですよ、読んでてあ、それは確かにでもそんなことなくてずっと楽しめました。ありがとうございます。これ書いてる時もやっぱりそこがやっぱ懸念で、ああそうですか、マンネリ化するんじゃないかって思いつつ書いてたんですよ。うんうんうん、まあでも実際マンネリなところあるんでしょうけど、うん、でもやっぱり下ネタっていうのはマンネリしてもなんだろう、許されるんですかね。受け入れていただけるというか、うん、結局ほら、みんな下ネタっていうのは、何度も同じようなことを形を変えて言ってるだけに過ぎないんですけど、いつまでもほら、廃れないじゃないですか。ね、まあ、ある意味、ずるいっちゃずるいと思うんですよね。そういうのを持ってきたというか、リーサルウェポンみたいなのをもう持ってきちゃってるわけだから、ね、受けないわけがないんですが、ただ不思議なことに誰もそれやろうとしないっていうのがね、うんうん、こんなに便利で、はい、みんなに、受け入れられやすいというか、こう笑いを取りやすいネタであるのに、意外にこう小説の作家の先生方は、なんていうんですか、あまりやろうとしないのがね。そうなんですよね。うん、確かに。もう本当4歳からお年寄りまで楽しめるネタですよね、下ネタって。そうなんですよね。哲学がちゃんと。そうそうそう、美学という、あれは美学ですから。美学、うん、ある人ですからね。すごいな。全裸だけど美学があるんだもんな。まあそこ追求して書いてみたんですけど、なかなかね、書くのは楽しいんですけど、はい、難しいですね、やっぱり。意外といろいろ書いてみたんですけど、難しいは難しいです。やっぱりいろんなネタ仕込まなきゃいけないし、ただ股間もね、いつまでも同じような股間ネタをただ連呼してるだけでは頭が悪い小学生になっちゃうので、そこはこううまくいろいろ工夫してですね、品性も落とせないという感じで、
バカバカしいように見えてね、意外に皆さんもね、挑戦してみるといいと思うんですけど、意外に難しいんですよ、下ネタっていうのは。挑戦してみたら意外と難しい。難しいです、難しいです。はい。俺、一発芸だったらいいんですけど、やっぱり長編なの、長編というか、一冊の本なので、はい、なかなか一発芸ってわけにいかないですから、なかなか難しいですね、やっぱり。下ネタってのは思った以上に。プロの方が光るわけですね。はい、うん。で、エスカレートしていくと、なんか、お下劣になっちゃったり、つい、そうなんですよ。レールを外してしまったりするんですよ。はいはい、まあ、そこは編集さんがちゃんとこうしっかり、なおさん、ちょっと落ち着いてって、やってくれる、コントロールしてくれるので、そこはなんとか、一線は踏み越えない、ギリギリのところを、こう、タイトロープで歩いていくっていうような感じで。これ、アマゾンで、この本と一緒に購入されている本として、何が出てくると思いますか？いや、見たことないです。何なんでしょう。ミステリーという勿れなんですよ。え、そうなんですか？え、読者層一緒なの？と思って。つい最近、本当にここ2日3日前に見たばっかりですよ。光栄なんですけど、先方には申し訳ないなっていう。どこがミステリーという、ミステリーという勿れって、まさにこの小説そのものじゃないですかっていう。これ僕に向けた言葉ですよね、そのタイトル。ミステリーという勿れと。ね、まさに これじゃないですか。まさに、あ、そうかも。なんか変なメッセージ性のこもった、アマゾンやりますね、こう。いや、おすすめにこうメッセージ性を込めるとか。込めてるんですね。面白い。それこそミステリーだ。どんな読者に読んでほしいとかありましたら、ぜひ。まあ、とにかく、理解のある方に読んでいただければ。はい。まあ、学校の図書館とかに置かない方がいいと思いますね。おすすめはしません。まあ、できたら読まなくて済む人生を送っていただけたらなと思います。ベストセラーになってほしいなと、映像化期待しているので。どうかな映像化。理解のある方に。読んでいただきたいと、ね、まあコンプライアンスが結構うるさい時代ですので、結構ギリギリのとこをさまよってるんじゃないんですかね。果敢に攻めてますね。はい。まあでもこれが許されない世の中っていうのも、まあ逆に言うとつまんないのかなって思いますけどね。もしこれこの作品が絶対的に許されないような受け入れられなくて、もう禁書とか封書になるような世の中だったら、それはそれで、なんてつまらない世の中なんだろうなと、まあ、思いますかね。そうですね。はい。本当、人を傷つけるような、暴力的なものでは決してなく、本当にね、くすっと笑えるものばかりなんですけどね。まあ、そうですね。まあ、罪がないと思っていただければ、それ、はい。わかりました。ありがとうございます。いい子も悪い子も未成年は読んではいけません。でもジョークの通じる大人にはぜひ読んでほしい。こんなに真面目に全裸の世界を描ける作家は日本広しといえど七尾さんしかいません。ぜひお読みください。本日ありがとうございました。ありがとうございました。